見ごろを迎えている西公園の桜ですが、今日の雨で中には散り始めているものもあります。本州の南岸を発達しながら東に進む低気圧の影響で、県内は昨夜遅くから雨が降り続いています。仙台市青葉区の西公園では満開の桜に雨が打ち付けていました。今日楽しもうかなと思って、せっかく休みなのに、なんか残念で雨がすごい降ってて、最大1時間雨量は仙台で 11.5 ミリなど、10ミリ以上のやや強い雨が降っているところもあります。東部では夕方まで低い土地の浸水や河川の増水に注意してください。北寄りの風が強まり、波も3メートルと高くなっているため、東部では強風や高波にも注意が必要です。仙台管区気象台の桜は早ければ今日にも満開となる見込みです。